ソフトウェア開発とはユーザーのニーズやマーケティング上の目標をソフトウェア製品に変換する作業である。ソフトウェア開発にはソフトウェア工学の研究的側面とソフトウェア製品を開発するマーケティング的側面が含まれていると言われることがある。ソフトウェア製品のマーケティング活動そのものは必ずしも新商品開発とは結びつかない。 顧客の期待を満足させるべく開発されたソフトウェア製品の成功、失敗の責任が工学的側面にあるのか、マーケティング的側面にあるのかを判別するのは多くの場合困難である。そのためソフトウェア開発全体として工学的側面とマーケティング的側面を共に理解し、それらの協調を促進することが重要である。工学とマーケティングの両方の側面をまとめ、 バランスを取るのはプロジェクトマネージャーなどと呼ばれる立場の人である。マーケティングとの関わりはソフトウェア要求分析としても知られている。ソフトウェア開発はクライアントが必要とするもの以上の機能を開発しようとしたり、逆に妥協しようとしたりする。そのためソフトウェア開発は通常の工学、技術とは関連付けられていなかった各種プロセスまで取り込もうとする場合がある。 その場合、ソフトウェア開発はビジネスデベロップメントと呼ばれる領域ともオーバーラップすることになる。アラン・エム・デービスは著書グレートソフトウェアディベーツの勝利クワイアメンツの不死ザ・ミッシング・ピース・オブ・ソフトウェアデベロップメントで次のように述べているバール・ NDA ・プラクティカル・ハンドブック・フォー・ソフトウェアデベロップメント ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、ISBN0 から521254620、DRM ・アソシエーツ、ニュープロダクト・デベロップメント・グロッサリ。2006年10月29日閲覧。ジム・マッカーシー、ダイナミクス・オブ・ソフトウェア・デベロップメント。ピアニッシモ、十10から30オン・キム、オン・アシュアリング・ソフトウェア・クオリティ・アンド・カービング、ソフトウェア・デベロップメント・コスト、イン・ジャーナル・オブ・オブジェクト・テクノロジー。 ボリューム5、ナンバー6、ジュラ・ヨーガスト2006、ピアニッシモ、35から42アラン・エム・デイビス、グレート・ソフトウェア・ディベーツ・オピジタル、ピアニッシモ、125から128ワイリー、IEEE、e、コンピューター・ソサイティ・プレス。ありがとうございます。